はい、今日ちょっとね、遠出しましたね、また。遠出しましたね、今年初ロケということでね。明けましておめでとうございますですよね、2月ですけどね。今更すぎるだろ、マジで。だいぶ間隔空いちゃったんですけど、今日はあの那須塩原というところで、栃木県に来ましたね。はい、初栃木ですか。いや、初じゃないですか。あと、スマホもね、最新のに変えたんでね、今回からちょっと画質結構綺麗になってお送りできるかと思う、それもちょっと楽しみにしていただきたいです。iPhone12 でしたっけ。12来ましたよ。最近まで8でやってたんでね、たまにもうモザイクみたいになってましたよね、悪すぎてから。俺の携帯がポンコツすぎたんだよな。今回からクリアにお届けできると思うんでね、ちょっとお楽しみいただけたらと思います。じゃあ行きましょう。はーい。はい、ちょっと柏屋さんというところで今日来させていただいたんですけどね。はい。からどれぐらいですか、これ。車で4,50分かかりましたよね。栃木県那須塩原市の塩原温泉郷の塩の湯地区というところで、塩分濃度が高い温泉なんですよね。そうなんですね。はい、早速ちょっと入りますか。入ります。はい、はい、行きます。こんにちは。こんにちは、山下です。よろしくお願いします。山下までありがとうございます。柏屋旅館の青山さんですね。お願いします。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、なります。すいません。早速、あれ、はい、お風呂の方に。はい、お風呂の方に行きましょう。階段多いですけど、頑張っていきましょう。はい。ちょっと露天風呂の方を貸し切りで使わせていただけるということで、ちょっとここまで来たんですけど、すごいですね。なんせここからまた下の方に階段で降りていく感じなんですか。いっぱい階段がありますんで、頑張って出てきてください。はい、こけないようにね。運動ゼロなんで、もう嫌な予感しかしないです。いや、すごいですね、ここ。どんぐらいあるんですか、下まで。全部で77段はあります。77段の階段。ちょっと遅いっすよ。え？ちょっと運動不足が露呈してる。やばいやばいやばい。これ怖いっすね。人によっては結構怖い。雷帝の湯ですね。雷帝の湯。雷帝の湯。滝の名前から取らせてもらいます。めちゃくちゃひっくり腰で降りてる。いや、景色やばいっすね、この川と。おお。皆さんもやっぱ入られる。ここは一応うちの代表として。あ、代表。はい、すごくないですかこの景色。川がエメラルドグリーンですよね。綺麗ですね。一番人気の貸し切り露店なんですかね。こちらの内定の家なりの。へえ、すげえ。これは気をつけるか。いや、何？滑りました。いや、綺麗だ。綺麗。これ見ながら風呂入るでやばいですよね。やば。花俣川の特徴のエメラルドグリーンが。うわ、結構高そうですね。はい。結構高い。え？うわすげー、はい、え、見て、おお、自分の方にね、顔が向かってくるように設計されてる。すげーこれ、マジで四日市市場一番のロケーションじゃないですか。いやー、これはやばいね。これやばいな。これを見て、また元気になって戻ってもらえればなという感じですね。あそこに今、川がらすっていう鳥がいるんですけど、はい、こう野鳥を見ながらお風呂が入るっていうのも僕の好きなとこかなと思ってね。心現れそうですね。早速入らせていただいて。どうぞ、どうぞ、ありがとうございます。着替えたいと思います。はい。はい、ちょっと着替えたんですけどね、ちょっと寒すぎて死にそうなんで、マジで、いつか。もう入ってください。いや、はい、入ってください。はい、はい、どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。すげえな、やっぱり。どうぞ。どうぞ、どうぞ。やばっ、おぉ、あー、すっげー、大丈夫です。もう、どういいですか。どうぞ、入ってください。あいいですね、これ、うわー。あどうですか、お見かけ。やばい、やばい。大丈夫です、よかったです。
寒い分やっぱ入った時の気持ちよさは格別ですね。そうですね、ちょっとピリピリくる感じから慣れてってもらえればなと、結構塩分濃度が高いのと源泉温度が高めなんですよね。そうですね、そうですよね。源泉は63度ぐらいの。ああ、高いですね。このまま何もせずにお前持ってくるような感じ、かけ流しの。かけ流しで。何度それを持ってきてるんですか。はい。上流1キロのところに源泉があるので、はい。1キロの間に、まあ、10度ぐらい落ちて、いろいろなお風呂にまたお湯の量で調節してきたり。なるほど。皆さんびっくりされるんじゃないですか、来たら。あ、そうなんですね。なんだこれっていう。カンタムいろんなお風呂に来たんですけど、ここはびっくりしました。ちょっと。もっと登るよりが申し訳ないけど。いや、全然そんな余裕ですよ。申し訳ないの。何往復でもするよね。何往復でもするよ、これは。これ宿泊された方しか入れないってところなんですよね。そうですね。今日はちょっとあのご厚意で入らせていただいて、はい。そうですよね、これは。申し訳ない。いやー、これ何時間でも入れますね。何時間でも入れちゃうんですね。ですね。なんかもう夜更かしも喋ってないもんね、もはや。俺の会話いらないでしょ。俺の会話いらないでしょ。ずっと映像だけ流して、余計な調味料いらないのかなって。ぜひちょっと来てほしいですね、この感動したんで、マジで。一番いい季節って、やっぱ秋とかになるんですかね。そうですね、秋はこの葉っぱがいろいろな色に変わるので、また違う、この冬とまた違う景色が見れるっていうのは。雪もいいですよね、雪景色も。この白いペンキで塗られたように、綺麗に輝くような感じですね。青山さんもよく入られるんですか、ここは。そうです、あの、時折入れるんじゃないかな。贅沢すぎるんですよ。もう大自然ですもんね、もう。何もないですね。ちょっと、嫌なことあったらマジで来たいです。ありがとうございます。全部ここに流してもらって。全部ここに流れそうな。流してもらって。お客さんどういう方が多いんですか。若い方も、若い方も、そうです。ご年配の方も、子供連れさんのお家族様も、おいでになられて。何度も多分来たくなりますよ。そうなんですね。この登るよりも、探検の気持ちで、あ、確かに。子供さんは楽しいですよね。アドベンチャー的な。心なしかこの秋のウキウキしてるのが伝わってくるんですよ。泳ぎたいと思うんだよ。ちょっとね、今週、今年初のロケだったんですけどね、もう大興奮でしたね。来てもらって、ね、ありがとうございます。そう、俺また来ます。あ、すいません、ありがとうございます。ちょっと青山さん、コロナで大変だとは思うんですけど、あのこれからもあの頑張ってください。ありがとうございます。これならもう間違いなくお客さん来るから。ありがとうございます。暗くならず明るくいきたいんで。そうですね。少しでもちょっと皆さんに魅力が伝わればなと。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。See you. See you.